6月26日更新分のおしゃごは、あ、全然違った。9月26日更新分のおしゃごは、まだまだ夏気分ですね。飛べないんだね。稽古とコロナで夏を失った2人が、ね、今年の夏を振り返っています。小野坂さんがいつの間にか話をスライドして車の話にします。はい、途中で小野坂さんが交通安全週間迎える、うん、交通安全週間について何か言いますが、無料配信終了後だったのでギリセーフです。めちゃくちゃ腹立つことがあるんです。ゾンビハンター M では波紋使いゾンビと、裏剣ゾンビと、スーパーロボットゾンビと戦います。小野坂さんが途中気で別室のスタッフを倒します。何か新コーナーの可能性を感じました。メールから本屋さんがどんどんなくなっている話をしました。最後は僕がコンビニで見かけた原始人みたいな人の話をしました。それわしやんか。俺も